にちは everybody。 今日はですねチェロキー今までやってきたんですけど、それのもうちょっとジャズっぽくなるような感じ、それはですねアンティシペーション、これも一つのジャズっぽくなる要素なんでですね、ぜひこの機会にマスターしていただけたらなと思います。この動画最後まで見ていただけるとですね、よりチェロキーをジャズっぽく抜けるようになるんでですね、まだまだベーシックのところなんですけど、やっていきたいなと思います。それでは Let's get it on。 アンティシペーションっていうのはですね、前もって吹くっていうような意味です。アンティシペーション、アンティっていうのは前もって、前段階からっていうような意味ですね。一小節が1、2、3、4、4拍あるとしたら、この2拍前ぐらいから吹いてあげる。これで一小節。1、2、3、4、1、2、バーンダーみたいな感じ。それを今日はゆっくりやっていきましょう。7拍目から入る。じゃあ頭から見ていきましょうね。今日はですねオクターブ上から始めましょう。前回前々回とオクターブ下でやったんでですね、オクターブ上でいきます。まずドの音ですね。これもね替え指をね使うとねよりジャズっぽくなるんで、替え指が、できる方は、そっちの方が簡単なんでですねやってみましょう。まずドの音なんで、ドの替え指はこうですね。ドのでソの替え指はソーソーこうなんで、で次はファンはないんで、替え指このまんまタラーラーみたいな感じで、でシーシーのフラットこれですね。ドーラテレテの場合はこうでもいいです。もうちょっとしっかり上げてもらってですね、ここですね、ここ、これの1、3の時は1、3の時はしっかり半分上げる、全部押しの時は全部抜くみたいな感じで、リーレみたいな。それでは行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ドーロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ソーロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、ファン、ファン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、シン、シン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドーロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、テレ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ソーソー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ファン、ファン、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、テレ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、テレ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、みたいな感じですね。じゃあサビいきます。ミのフラットですね。ミのフラットの替え指はこうですね。この時はこれはインにしておきます。ミミ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ドロ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、シーレ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、シーシー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ラララ、ドゥーシー、フォー、ワン。ラララ、ドゥーシー、フォー、ワン。テレ、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。ドーロ、みたいな感じになりますね。で、これがサビです。じゃあ、A、もう一回やっときましょうね。ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。ドーロ、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。ソーロ、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。ファン、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。シーリッ、ドゥーシー、フォー、ワン。ドーロ、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。デレ、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。デレ、ワン、ドゥーシー、フォー、ワン。ドーロ、みたいな感じになりますね。うんうん。で、まあ、これと、これがちょっと難しいよっていう方はですね、これちょっと難しいんでですね、もうそのままシーンシーンって吹いてあれば大丈夫です。それでですね、まあ、一個一個、見ていきましょう。それではトランペット、吹いてみたいと思います。
しょうか。アンティシペーションですね。これちょっと覚えとくだけでですね、かなりジャズっぽくなるんでですね、 1,2,3,4,1,2 で入る、前もって入ってあげるコード感をね、リードしていくっていう意味があるんでですね、よかったらですね参考に取り入れてみてはいかがでしょうかと思います。目指せジャムセッションではですね、このような有益な情報をですねどんどん発信していくんでですね、どうぞよかったらチャンネル登録、いいねボタン、押しといてもらえたらめっちゃ嬉しいです。それでは everybody めっちゃ Thank you のありがちゅうです。 Thank you So glad to be with you. Thank you.